だいちゃん、誰と話してんのってここのコメント見てなくても俺は酒作りながらでも頭回ってんだからああ自分のケツも吹けねえのになそりゃそりゃ今回は OSG に助けてもらったよああマジでだってよお前ら考えてみなあ マルコとかさ、いや、自分50用意しますわ、なんつって言ってて、前日になったら、俺に LINE で、アンジがやめろって言うんでやめますって。なめてんだろ、あいつ。クソガキが。いや、もっと早く言ってくれよって。うん。 そしたら、翌日、当日になって、パーンってよ。いや、マルコさんが出すって言ってたから、何も言わなかったんですけど、っていう人が出てきて、あダメっすね、ああいうのって。だから自分、用意しますわ。つって。パーンだよ。切ってよ。うん。 情けねえな、マルコで、しまいには俺のことを名誉毀損で訴えるとか言ってよ。おめえに名誉なんかねえんだよ。バカがよ。何言ってんだよ。何がしたかったか意味がわかんねえよ。ああ。近づいてくんなよ、気持ち悪いからや。ああ。 一回を出してやるってよ。お前唇切ったんだったら、黙って切ってみろよ。何が今ゴルフ中なんで後で連絡しますとか。は腐った肺アがアン振り回してろよ。バカがよ。あんたたち行くわよ。いいわね。エビ。 だってあいつ過去に詐欺でパクられてっからな。そうだろなあ。違ったっけ詐欺師だからね。うん。そうよ。 うんいやお前らの方が詳しいだろう俺はそれはリスナーから聞いたからうんいや後から聞いたんだよ俺俺最初知らなかったから どっかの、あの、商売うまいことやってる人間かなと思ってたから、ああ。ただ、いや、ちゃんま借りな、あんなのね、金出させないで正解だよ、みたいな。あれめくったらこうだったよ、って。うん。 いや、今日は最高の放送だね。価値格モード全開だね、俺。うん。マジで。いいね。フロットは、あの、ナムル。決まった。あら、鈴木さん。 あのさ、ケンメリくん、さっきから不景は不景はってお前さ、何心配してんだよ。黙って家で待ってろよ、後で来るからよ。おめえだけだよ、あんなこと言ってんの。てめえがやってたんだろうがよ。クソがや。 してないんだったら聞くなよ。黙ってろ、バカ、この野郎。ああ。この野郎よ。どっちめっかんな、この野郎。ほんとによ。おい。大ちゃん、ありがとう。まあ、ろ、かちか決まった。おやす。 あれです。脅迫に、誰を脅迫したんですかケンメリって誰ですかああバカなんじゃねえのお前。おい。誰だよケンメリってよ。知らねえよどこの誰だよ。ああ まあ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 、皆さん頑張ってくださいいろいろとお忙しいとは思いますけれどもちょっと待ってなるほどねよしよしだいたい酔っ払って切れて配信ぶち切るのが最近のトレンドぶち切ぶち切れてるわけじゃないんだよ うんうえ。いやじゃあそれガンちゃんがねお前より頑張ってるそれは自分のことだから自分で頑張ればいいじゃんでも人のことはガチャガチャ言う必要ないじゃん俺お前のが頑張ってるか頑張ってねえかは別に気にもならないよ うん、マジで。不敬はどうなったんだよ教えません。 おめえが頑張れって言ったんだよもう頑張れい,いじゃんうん別にただ応援もしてないよ勝手にやれやいいじゃんうんやるやつは黙ってやるんだよねそういうことですはいあの知ったかやめませんかリムさん 何をさ、参加しようとしてんの頑張ろうとしてる今。なんか、俺にちょっかいかけてきて。うん。なんだこいつ。こういうバカが多いんだよ、ほんとよ。ネットってよ。うん。は <laughs> もう暇だからね、ダックスね。配信頻度は増えるよ。うん。いや、俺は配信は続けていくよ。お前が配信しなきゃなん,なんてことねえんだよって言ういや、それは正しいけど。でもさ、お前らよ。まあ、もう今はもうなくなってるけど。 まあ全部情報は取られてるから、最近おとなしくなってんのか知らねえけど、あのさ、俺の配信枠を開けさせるために、お前わりんだりするのやめろよ。なあ。ガチで俺ここ言うぜ。俺な、家のピンポン警察来るのって、 配信中より配信外の方がやったら来るからな。おい。そんな野郎。ふざけんなよ、ほんとよ。バカがよ。もうそれも全部取るからな。うん。今後な。 ほんでよ、警察じゃやべえと思って、花屋ってあれ違う、花を持ってくるやつじゃないよ。花屋っていう名前の、飯屋の、ウーバーだかなんだかの、あの、持ってきたやつだよ。今度そっち逃げやがったよ。ああ。ああ、サックス吹いて苦情なんか全然一切来ない。 すいません、これサングラスじゃないんで。はい。目悪いんすか寝てんだろおい。アンチも大変だな、お前。本当に勝負したらこっちの方が勝つからな。今、ネットで、な、なんでも、な、 嫌がらせでも何でもしたって、動くからな。あとで、ふざけ、ふざけてやっただけですとかいう、ね、あの、泣きべそかいても知らねえからな。ああ大体な、みんなそうなんだよ。ああ まった捕まったらどうなんのまあ、偽計業務妨害とかさ、いろいろあるじゃねえかよ。うん。まあ、20日ぐらいは、あの、留置場じゃねえの。うん。焦るなよ、お前ら。慌ただしいよ、ほんとに。んなの。 お前ら怖いんだ、捕まんの。へえ、行ってこいよ、悪いことしたんだったら。な来たら、すみませんって言いゃいいんだよ。ぼ、僕、知りませんとか言って言って、な黒手錠かけられて行ってこいよ、お前。ああ。いや、俺は別に発言をだって、ね 普通に話してるだけよ。ただ、俺に嫌がらせはもうしねえでくれよって言ってるだけ俺普通に配信してるだけだから。うん。邪魔くせえことしねえでよって。それだけ。それだけよ。だから、こっちからは別に攻撃はしてないから。 いや、リムさん配信で俺が誰に嫌がらせしたのへへ <laughs> いや昔はいいのよそれはエンターテイナーだからわかるね あのさ、鶴さんってその人が今、多分、刑務所入ってんじゃねえのわかんねえけど。シャワにいんのかね元気にしてりゃいいんだけど。まあ、俺は訴えてないから知らねえけどな。出てきたんだ。ああ。 いなよ、別にうん「首吊り配信してよ」えー、っと首吊り配信は俺じゃないと思うんですけどねもうやった人がいるでしょうんは <laughs> まあ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 、みんな元気だね。もう今日はもう勝ち格ですよ、完全に。だってみんな焦っちゃってんだもん。だっていつもよりコメントの走り早いでしょ。あわわわわわってなっちゃってんの。うん。わかりやすいよね、このパータロロもね。はっはっ。焦っちゃってんだ。 ああ今日は早いよ、コメントの流れ。ああバカどもがよ。あ,あ渡辺誠、YouTuber だろ ?15 歳の女におめぇ、なぁ、満車目を送ってこいって言ってたんだろああ俺はね、30歳過ぎの女にしか満ャ目送ってこいとか言わねえから。ああセクティー佐野ですから。はい。 <laughs> 成熟した満車目の方がいいから、うん。子供じゃ面白くねえな、おめえよ。バカだよ。<noise> んなもんよ。わかるねえ。乾いたよ、高慢なんかよりよ。 ねっとりした方がいいに決まってんだろ、お前ら。おい。エロいんだよ。エロいのがいいんだよ。もう三十過ぎると大体女エロくなるから。ああわかるだろなあ。 おろそうだよああ燃えうさの剣を燃えうさって誰知らない俺なんかどっかで聞いたことあるけどうんあのあ、大食いの女の子か燃えうさってあの子なんかやったの あ、それは燃えあずか。燃えうさは知らない。わかんない。ごめんなさい。すいません。うん。ごめん。そういうの、俺わかんないから。多分、俺、燃え兎さ,さんは、俺、わかんないから。うん。すいませんでした。 いや、無理やり満車面を要求した女分かんねえなうん俺さ基本的にその萌えとかあの、そういう答え案つけてるやつって頭がパーだと思ってるからうんじゃあまあまあツルツルって 生えてる歯どっちがいいってことああ俺はツルツル歯がいいねんああだって俺だって下半身全部反ってるもん AV ダイユみたいになってるぜ俺ああへ <laughs> なんで剃ってるんなんか、こう、風呂入って髭剃った後に下まで行っちゃうからうん。だから白髪2本は、前は、それは生えてたの。でも今はもう全剃りにしちゃったから。うん。俺も全剃りにした方がいいから、みたいな。合体した時に、俺だけ生えてんのか、違和感あんなと思って。 相手が鶴で、じゃあ俺も鶴の方がいいかなって。うん。ドッキングした時にな。うん。 いいじゃねえか、やんなの。そういうさ、変態トークはさ、やめようよ。ビクトリーありがとう、ま、あの、つるってる、つるってる、つるってるって、で、決まった。あざす。 俺なんかよ、むしろよ、あの、髪の毛をよ、こう、剃ってよ、な、頭からこう、入りたいぐらいだもん、原点回帰な。生まれたとこに帰りたいみたいな。わかるこれ。 かかんねえかなあ酒子だけどいいんだよツッコめやめよ,よおめえああおよ。や相手が壊れるってことは俺は壊れないから大丈夫だから。よお なんか、ちょっと入りそうかな、これっていうのがあったら、行ってみたいけどね。ああぬるっと行けねえかな、みたいな。ああ入ったらいいが出れなくなお前さ、お前らのコメントって面白いんだよ。なあ。なあ、ちょっと待て。おい、誰だよ、入ったらいいわ。 出れな,くなるぞっつったのやめれやおめえよバカかよお前,よよお前窒息しろうるせえよほんとよほんとよお前らダメだなほんとよあのよ 119番する時の女の姿勢をまず想像してみ。頭がここに入ってて、死んだみたいですっ,って、119番して、な救急車来て、俺のことどうすんだよ二人担いでいくのかよ外れなかったら、バカコントだよ、そんなの。いやふざけんな、ほんとよ。